どうも高井です。これですね、信頼はなぜ裏切られるのかって思うんですけど、中にアルコール依存症の人を2週間の禁酒の誓いを破ったのは酒が欲しかったからではなく、シャンパンを勧めてくれたホストの金を害したくなかったからだとかね、みんなこうした行為がまずい結果を招きかねないことに同意するだろうが、良くない振る舞いをした時には避難の矛先から逃れようと躍起になる。そんなことをした理由はここにある。自分を被害者だったとごまかすのだ。まあこの話を聞いてしまったね人にとっては、まあなんだ依存症っていうのはそんなに心弱いのかと思っちゃうかもしれないけど、まさにねそんな風になっちゃう、依存症になっちゃうと。一時期というか、まあ、テレビのねビールの CM で出て、こうゴフゴフゴフってね、その音自体に、まあ、苦痛を感じてやめるべきだっていう話が出て、その後にビール会社が辞めたって話はあるんだけど、今どうか知りませんよ。そういう音一つとってもやっぱり苦痛に感じてしまう。お酒を勧められてもその人ね、要は飲んでくれって言われたから飲んじゃったっていう、それぐらい心は弱いってことなんですよ。今それを言ってしまったら、俺は別に依存症やし関係ないよと思うかもしれないんだけど、ね、別の視点で考えてみたらって思うよね。こういう本を読んで考えてみると、人のね心の弱さっていうのはね分かると思うんで、広い視点でね、捉えてみるとすれば、こういう本で読んで考えてみると、依存症じゃない人もね自分自身のね心の弱さに気づくとは思うので、読んでみてくださいね。